政府は新型コロナの水際対策を緩和し、来月にも1日あたりの入国者の上限撤廃やビザ取得の免除、個人旅行の受け入れの解禁を検討するなど、観光需要を喚起し、経済の立て直しを進める姿勢を示しています。そんな中、星星野野リゾートの星野義晴代表が大阪で記者会見を開き 大阪の都市部に西日本初進出となるホテルブランドリゾナーレを開業することを発表その意気込みを語りました今回のコラボレーションホテルというのは非常に業界でも新しい取り組みなんですね非常に大事なプロジェクトだと思ってます星野リゾートといえば全国の景勝地などにそれぞれの土地の風情を生かした高級旅館星の屋や貝などを展開してきましたが 今回、西日本に初めてできるのはリゾナーレというブランド北海道のトマムや熱海などその地域ならではの体験ができるなど豊富なアクティビティが人気のファミリー層をターゲットにしたホテルブランドですしかし今回大阪にできるホテルは少し変わっています新たにできるリゾナーレ大阪は、 こちらのハイアット・リージェンシー・ホテルの中にできるコラボホテルだということです28階建てのハイアット・リージェンシー・大阪リゾナーレ大阪はこの中の23階24階26階の3つのフロア64室と最上階のおよそ半分にあたるアトリエ部分のみ レストランや屋上のプールなどはハイアットと共用するということですが、こだわりはアトリエだといいます。この建物の最上階に設置をいたしまして、子どもたちの想像力を育みます。想像力を遊び込むをコンセプトに、日本最大級の広さのアトリエで、イタリアのレッジョ・エミリア・アプローチという先進的な幼児教育を 子どもたちが体験できるというものです。開業準備が進むホテルでは、この日アトリエに備える工作の材料やレイアウトについての打ち合わせが行われていました。これがですね、昨日あの昨日一昨日とあの私こう南港を散策しながら拾ってきました。 今は子どもたちの可能性を広げ好奇心をかきたてる空間づくりの真っ最中ホテルに滞在しながら子どもたちの豊かな想像力を育む教育をを売りりに差別化を図ります子どもたちがやりたい興味を持った活動をあの滞在中ずっとやり続けられる自分の思う存分こう表現ができるとかっていうのは あのすごくあのポイントなるな。な客室料金は1泊1室1万8000円からで、アトリエの体験は別に1万5000円。開業は今年12月16日の予定です。また、関西空港の対岸りんくタウン駅からすぐの場所に寝るだけでは終わらない。テンションを上げる都市ホテル。 オモシリーズのホテルを年明けにオープンさせる計画についても発表しました。今こそ、その大阪の魅力を世界に発信すべく、こう切磋琢磨しながら協力して、世界のインバウンドマーケット、そして日本中から日本の国内市場にアピールしていく努力が必要なんじゃないかな。